国近党は、中華人民共和国の政治家、同国第四代最高指導者、第四代中国共産党中央委員会総書記。先祖は、安岐省伊佐尾県出身、兵部省所にまで出世した小宗のり。国近党の曽祖,祖父で、腰44代目の小久しげは16歳から17歳の頃に、同郷の商人に連れられて、各地を転々とし、 チャンス賞大衆木橋にて雑貨店を始める。貯金が貯まると、同郷の者たちとの共同出資で、茶葉専門店、広安和を開業する。経営はほとんど友人に任せて自分は方向先の雑貨店で働き続けた。その後収入が増えると、新しく開いた茶葉専門店、小英体を持つようになった。広安和は、同郷人が出資金を引き上げたことで、 小久しげの店となった。小久しげの一人息子で四十五代目の小一期名は、木橋と末屋市にある二軒の店を、父から受け継いだ。彼には四人の男児がいたが、長男と三男は創生し、次男の小陛下が、小、四男であり、小近藤の祖父でもある、小日野栄光は、幼少時から読書を好み、家挙の合格を目指すも挫折を繰り返し、志の川で死去。 小日エコーには二人の息子がおり、次男小僧玉が、古金刀の父親にあたり、後に、せーのと改名する。1942年12月21日に、上海に誕生し、チャンスー賞、京石市で育つ。祖,祖父の小久主元が商売のために故郷を離れて、チャンスー賞に移り住んだことから、古金刀もこの地に移った。父の小僧玉は、大衆。 共演高校を卒業後、上海の小学校で教員として働く。同地でチャンス州東大出身で、南通女子市範学校卒業のリフミミズと出会い、1941年に結婚し、翌年の12月に古近藤が誕生している。子は長男であり、その下に二人の妹がいる。古西清は、チャンス州省、京石市建設局幹部を経て、現在は、 大手建設会社、翔太集団有限講師副合とを務め、小西喜来は、大県にて、商業関係の会社に勤務している。生活区のため、一家は1948年に、上海から、大州に戻る。小僧、玉夫妻は、地元の小学校で教員をしながら、茶の販売も続けていた。7歳の時に、母が死去し、子は妹二人と共に、 大衆の祖母のもとに引き取られた。子は、物静かな子供で、よく一人で本を読んでいたという。1949年に、毛沢東による、中華人民共和国の建国以降も、父は、茶の販売による収入で生活費の不足を補った。経営手腕が乏しかったために店員さえも雇えず、家族は、あまり裕福ではなかった。小僧、玉の身分は、小営業士と決定した。 この身分が幸いして、息子の古近藤は、大学入学及び、中国共産党への入党を認められた。1956年に、毛沢東によって、中国政府は、工業と商業の国有化政策を実施し、各地の市営企業主は、個人所有の商店を、国や集団へ売却させられた。小僧、玉の店は、大衆市日用雑貨会社に合併され、 月給30元の経理係として雇われた。数年後、毛沢東は知識人や幹部に地方の農村部で肉体労働に就くよう呼びかけた。この二人の妹は体験の農村部に移住し、父、小僧玉も体験の農村部にある日用雑貨会社に転勤した。小僧玉は文化大革命で告発され、熱心に父の評判を明らかにしようとしていた子に、 大きな影響を与えた。文化大革命後、父は大県の農村にて病没した。当時甘宿省で仕事をしていた息子の古近藤は大県に戻って父の葬儀を取り行った。遺骨は祖父の古久し源と同じく故郷の立川に埋葬された。その遺廃は古一族の病に祀られている。古近藤は二人の妹と共に、 大衆市内の西倉通りにある大浦中心小学校に通った。1947年9月にこの小学校に入学する。小学校時代の同級生の階層によると、家柄の良くない子は政治活動に興味を抱き、読書に没頭していたという。授業態度は真面目で、家での予習復習も怠らなかった。成績は優秀であり、飛び級により、 1953年6月20歳6ヶ月半で小学校を卒業し、中学校は大衆第二中学校に通った。1956年9月に大衆第一中学高校高等部1年4組に入学する。学校の資料会員によれば安定書院は跡地に創立されたという。当時の子について教員は 小柄な彼はスポーツはあまり得意ではなかったが、リーダーシップがあり、文芸が得意で、よくクラブ活動に参加した。文化祭の時には、コーラスの指揮者となり、大活躍したという。球長に選ばれた3年生の時には、政治的自覚が強く、クラスメートをよくまとめ、各種の学習及び学外活動を自主的に行った。真面目に学習し、率直な性格の持ち主で、 責任感が強く、何事も積極的かつ公平に進めるタイプであると書かれている。一方で、高校時代の同級生によると、当時の子は内向的で口数が少なく、クラスでは決して目立つ存在ではなかった。小柄のため体育は苦手だったが、卓球だけは得意だった。成績は上位であったが、一番ではなかった。1959年に、 聖火大学に入学した際には、教員や同級生からは、意外に思われたという。16歳半で、同大学水力学部に入学した、古近藤は、当時では最も若い新入生であった。高校の数学教員、ヨーオートリアオ義理によると、入学志望校の願書提出の際に、聖火大学を希望するならば、日頃の成績と家庭の出身を考えて、 人気はあるが審査の厳しい学部よりも死亡者の少ない学部を死亡した方が受かる可能性が高いと助言を与えたという。そこで、子は聖火大学水力学部河川、基幹水力発電専攻を死亡した。ここの卒業生は、ほとんどが地方のダムに配属されるため、学生にはあまり人気がなかったという。1959年9月、 聖火大学水力エンジニアリング学部に入学する。国近等は友人に本当は政治家ではなくエンジニアになりたかったと語ったことがあるという。古が聖火大学に入学した頃の中国は大躍進政策による農業政策の失敗と自然災害に起因する基金に見舞われており、学生の食事は質素なものであった。主食は 小麦粉とトウモロコシの蒸しパン各一個ずつ、野菜炒め、左右いっぱいであった。当時の聖火大学の食堂には椅子がなく、学生たちは立ち食いしていた。このような南方出身の学生たちは、子供の頃から米食で育ったため、小麦粉とトウモロコシには慣れていなかった。彼らにとっては、白米が一番の贅沢であった。同級生の回想によると、子は歌とダンスが上手で、 キャンパスで注目される存在であったという。入学後まもなく文芸宣伝工作団に入り、舞台隊長に選ばれた。大学在学中、子は同級生の竜久志清と知り合う。理工系の大学である、聖火大学は女子が少なく、女子学生が少ない水力学部における、彼女の存在は、男子学生にとっては憧れの的であった。学生たちの唯一の楽しみとして、 週末のダンスパーティーへの参加があり、踊れるものもそうでないものも、土曜日の夜になると、学生クラブに集まった。ダンスに秀でていた、コキンウは常に、パーティーの主役であり、女子学生たちからは、王子様のように見られていた。コは、女子からの誘いを断らなかったが、視線は目立たないところに静かに座っている竜に、注がれていた。いつしか二人は、恋人同士となった。 学生時代の子は文学と芸術、特に映画、芝居、小説を好んだ。彼は図書館から中国やロシア、恋人の流にも小説を勧め、本を貸し借りし、互いに感想を述べ合い、小説の話題を中立ちとして、より親密になっていった。聖火大学在学中の1964年4月、中国共産党に入党。 翌1965年7月に、聖火大学水力エンジニア学部を卒業後は、同大学の水力エンジニアリング学部、政治指導員として大学に残り、仕事をしながら大学院に進学して、研究を続ける。学生時代は、学問よりも、社会活動に力を注いだために、成績は84人中20位前後であった。水力学部の教員になるためには、 大学院を出なければならず、卒業生の中には大学に残って助手になる者はいなかった。日頃の政治態度と活動を見込まれた子は、政治指導員として大学に残ったのである。1966年4月23日に、聖火大学に政治部が発足し、古近藤ら新任の政治指導員と、各学部の共産党支部初期600名が加わった。この政治部とは、 大学内に設置された中国共産党の下部組織であり思想教育を担当する。同年6月1日、人民日報はいかなる悪人をも打倒せよという社説が掲載された。中央人民ラジオ放送局は夜のニュース番組で北京大学の壁新聞と人民日報の北京大学の壁新聞を歓迎するという社説を放送し、北京大学党委員会が 北京市党委員会と協力して北京大学の学生運動を抑圧したと非難した。この翌日、聖華大学にあなたは誰の指揮に従うかというビラが貼られ、聖華大学の学長、小南省の政治問題を回避し、学術研究を重視する姿勢が非難された。その後もキャンパス内に大学党委員会は黒幕だ。大学党委員会と 小学長を守ろうといった内容のビラが入り乱れ、文化大革命において聖火大学党委員会は革命的立場なのか、それとも反革命的路線なのかといった議論が湧き起こった。これは聖火大学における文化大革命の始まりであった。共産党員にして政治主導員でもある子は大学党委員会と学長を支持する立場に立ち、大学を球団する教職員。 学生と対立し、保守派のレッテルを貼られた。水力学部の学生に対して、大学党委員会は、過去において、教育や研究を奨励し、大勢の優秀な卒業生を世に送り、国家建設に多大な貢献を果たし、共産党中央の方針を忠実に遂行してきたという説得を試みた。6月5日、北京市党委員会の新メンバーが送り込んだ人物が、 聖火大学党委員会の責任者に対して、今から聖火大学のすべての行政権は、工作組の指導下に置かれることを通知する。明日、工作組のメンバーが到着次第、大学党委員会の機能を停止すると宣告する。6月13日、全校大会が召集され、小南章は会食処分となり、大学党委員会の権限は、工作組に移譲されることが正式に発表された。 工作組の聖火大学への進駐後、かつての党委員会のメンバーと政治指導員は批判にさらされ、政治指導員と教職員をはじめとする共産党員の多くが吊るし上げの対象となり、公衆の面前で引き回された。工作組は文化大革命の指導グループと共に、高難療養の手段を用いて、各学部の当初期と政治指導員を逐一調査にかけて自己批判させた。 子も、批判の対象にされることは免れなかったが、学生や教職員との関係が日頃から良好であったために、引き回しの対象にはならずに済んだ。この政治闘争以後、古今東は自らを深く包み、いかなる政治活動にも関わらない、政治的無関心派となった。政治指導員としての仕事も研究もできなくなった。古近東は、大学のキャンパス中に貼られたビラを読んで歩いて、 対立派の論争を聞いて回る以外にやるべきことがなくなった。その後、聖火大学の学生による工作組への避難、毛沢東の圧力による工作組の大学からの引き上げと、聖火大学附属中学の後衛兵を指示する所管により、大学で暴力的な出来事が発生する。1968年4月、北京後衛兵主要指導者の一人が、 反対派弾圧のために、聖火大学にて100日間にわたる武力闘争を引き起こし、学生と労働者部隊との間で戦争さながらの激しい戦いを展開して、多数の死傷者を出した。同年7月25日、毛沢東は後衛兵主要指導者5人を出頭させ、労働者たちの背後の黒い手が自分であることを明かし、聖火大学の学内の秩序はようやく回復された。 国近東の恋人である、劉久志清氏は、甘宿省にある八皿橋、ダム水力発電所への配属が決まった。聖火大学の卒業生は、配属決定後は直ちに配属先に着くわけではなく、北京近郊の農村部へ行き、農村社会主義教育運動という約1年間の再教育プログラムに参加しなければならない。政治指導員の子も、低学年の学生を連れて、 北京近郊の村へ行き、農作業を体験した。1966年4月3日、再教育プログラムを終えた彼らは、一旦大学に戻って1週間の総括を行ってから、それぞれの配属先の会社におもむいた。竜久清は、水陸直属の甘宿省第四ダム建設局813、市局に配属され、八皿橋。 ダム水力発電所の建設現場で仕事を始めた。1968年12月、子は水利部に配属され、さらに、甘粛省にある水利部直属の第四ダム建設局への転出が決まる。子は、省と蘭州に赴き、蘭州から1 0 0トルほど離れた竜谷京ダム工事支局土木建築の一般の作業技師として働くことになる。 1969年から1974年にかけて水部第4工事局でもエンジニアとして働いた。1970年1月、コア813支局長の秘書に抜擢され、仕事場も技術家から支局等委員会の事務室に移る。これは技術の仕事から政治工作担当の専門職に転身してテクノクラートになることであり、政界進出への 第一歩を踏み出す形となる。政治工作担当の専門職への転身は、政治上の信頼を得たことを意味し、子は、自らの出自の問題から解放された。同年2月、上司に、結婚申込書を提出し、竜久清と結婚、夫婦となる。ダム発皿共ダ無発言書は、国の重点事業の一つとして投資も多かったため、他の国営企業よりも、 職員宿舎が多く、古近藤夫婦は結婚から間もなく宿舎をもらうことができた。1971年に長男の小美保、1972年に長女の古海清を設けている。813支局長の秘書となってからの子は、局長以下重役の隠し挨拶文の原稿作りの他に、支局の様々な年度報告書の起草作業に勤しんだ。これらの仕事は、 毛沢東五六、人民日報の社説、政府公表の報告書から文言を適当に切り取れば簡単にできるもので、それがこの当時流行した創作法であった。1971年、813支局共産党委員会副書記に抜擢された子は、1000人で党務に当たる。第4建設局は、水力部所属の企業体で、 その歌舞伎業体の813支局のトップは課長クラスにあたり、古今東の肩書きは副課長であった。聖火大学での政治闘争を経験した古今東は、東務の仕事を用心深く務めていた。1974年9月15日、新華社通信が、高賀流域の聖堂橋ダム発電所工事が、ほぼ完成したというニュースを配信した。 813支局が進めていた発車ら橋、ダム発電所の工事も終盤に入り、翌年には竣工すると見られていた。この頃の古今東は、上司たちとの人間関係も会社での評判も良好であり、このままでいけば将来の昇進が期待されていた。しかし、813支局は水力発電所所属の土木工事会社であり、各地に転勤して、 工事を行う必要があるため、自分の家庭生活に大きな影響を与えることになることを、古キ東は悩んでいた。813支局は、監縮省政府土木管理部門の建設委員会の官僚の接待にあたることがあったが、そのうち、古キ東は、建設委員会副主任の長野部青と親しくなる。ある日、古キンに付き添われて、ダム工事を視察した長野辺青は、 古近藤と昼食をとっている最中にダム工事が終了した後の古近藤の予定を聞いた。未定であることを答えると、長野部屋王は古近藤に対して建設委員会に来て自分の秘書になる気はないかと打診した。この申し出に古近藤は大いに喜び、その場で即答した。人事の手続きが難しいのではないかと心配する古近藤に対して長野部屋王は 手続きのことは自分に任せるよう答えた。その後、八皿京ダムの工事現場に、人事業の事例が届き、古今東の監宿省建設委員会への転勤が正式に決定する。こうして、古今東は監宿省建設委員会に移動し、長野辺青の委員会主任室専属秘書として働くことになる。この転勤が古今東の人生で最も重要な転換点と見られている。 蝶野部青は三世省の出身で共産党の古参幹部である。古金党にとっては関東における最初の恩人であり、彼の口添えがなければ転勤はなかっただろうと見られている。それゆえ、古金党は蝶野部青に絶えず恩義を感じており、毎年正月になれば蝶野部青に電話をかけて新年の挨拶を述べ、官縮省に出張するものがあれば、 栄養剤や健康食品などの土産を託して届けさせている。1974年8月、古今都は発車ラ協ダム発電所から、甘粛省建設委員会に移り、蝶野部青の秘書として働く。仕事場から30メートルほどのところにある職員養殖者を借り、家族4人で 2DK のアパートで暮らし始める。職場では、上司に言われた仕事を黙々とこなした。 報告書や挨拶文などの原稿作りが、古金東の主な仕事であった。1975年、同意委員会副主任に昇進する。ちょうどその頃、失脚から返り咲いた、東昇平によって、より革命的で、より若く、より知識があり、より専門的な次世代の指導者を育成することを目指すプログラムが実行され、それによって、多くの有能な若手党員が見出された。 同年、長延青は、古近東を半年間観察した後、勤務態度が真面目で、上司に忠実で、同僚の評判も良い古近東を、主任のタンクに胸に推薦し、幹部会議の討論を経て、設計管理アザ部長に任命した。この時の古近東は33歳で、建設委員会では最も若い次長となった。なお、後に、中国の最高権力者の地位についた子によって、 国務院総理に指名されることになる、温家法は、この当時、官縮省地質局地質調査測量隊、思想政治家副主任を務めていた。当時の同僚によれば、胡錦濤は、次長に昇進した後も以前と変わらず仕事に精を出し、勤務時間を守り、同僚に愛想が良く、爽やかでハキハキとした仕事ぶりで、中間管理職となったことを鼻にかけるような態度は、少しも見せなかったという。 自長に昇進した子は、幹部チームを率いて、蘭州市、A 登る県、六福号へ赴き、農民たちに社会主義教育の宣伝活動を行った。子金藤らは、政治思想教育のための資料を数多く用意してきたが、農民たちの関心事は、地下の朗読や理論よりも少しでも多く、食料を作り、腹一杯食べることであった。そのことを知った子は、 企上の空論の宣伝よりも、もっぱら生産力回復を第一義とする、東商平の実務路線に従った。1975年5月29日、東商平は、毛沢東の3項目、ソ連反対主義への修正、安定団結、経済発展の3つを、各分野の指針とする指示を出し、経済発展を軌道に乗せようとする。古近東は、 六福号の社会主義教育プログラムの責任者として、ソビエト連邦の侵入に備えることの重要性を説いて政治理論書の学習を指示し、一方で幹部チームを率いて農作業、灌漑用水路の整備に力を入れて農民たちを食料不足から脱却させようとした。この教育プログラムは半年にわたって行われ、リーダーを務めた子は政治活動の経験を積む形となった。 プログラム終了後、コア設計管理部の指導管理に加わり始めた。その後中国の各分野における経済活動が活発化したことで、甘縮省建設委員会も蘭州市のインフラ整備に力を入れ始める。甘縮省建設委員会は、胡金東に対して、蘭州市養鶏場、乳製品製造工場、青少年文化センターの建設工事の計画審査と、 基礎工事の現場総監督を任せた。国近等は3つのプロジェクトの企画審査と建設用地の選定会議を開き、設計から建設用地の選定、基礎工事、建設施向の管理、完成後の検査までのすべての段階における責任者を定めて責任の所在を明確にした。各段階において工事の出来栄えに対する受け負性を実施し、品質管理を厳格にし、 建築物に欠陥を残さない措置を取った。三つの建設プロジェクトは順調に進行し、二年足らずで完成にこぎつけ、各施設とも使用開始が可能となった。1980年、古近藤は建設委員会次長から副主任に営転し、副局長クラスの幹部となる。聖火大学時代から古近藤の上司であり、雇用法の かつての部下であり、甘粛省党委員会副書記の劉氷という人物と、子は親密な間柄となった。国近党は、暇さえあれば劉氷を訪ね、仕事についての指示を仰いだ。有能な若手党員の一人として、子は甘粛省党員第一書記である総大らの推薦により、1980年に中国共産主義青年団の甘粛省委員会書記に就任した。 かつてインフラ整備の建設工事を総大らが視察した際にその案内役を務めたのが胡近東であり、総大らは胡近東に対して好印象を抱いたという。1981年9月、監宿省等委員会は胡近東を東昌平の娘と雇用法の息子胡徳兵と共に中国共産党中央道校にて、 共産党の高級幹部となるための訓練を受けさせることを決定した。これは地方の官縮省から中央に移動していた総大らの推薦によるものであった。東団は古錦濤に良い印象を持ち、そのことを父、東昌平に報告している。また、雇用法の息子も古錦濤を自宅に招待し、雇用法に初めて対面させている。雇用法は、 共産主義青年団出身の後輩である子に親しみを込めて握手をしたことで、それまでの緊張が一変に解けた。その日、彼ら二人は膝を交えて、天文地理、歴史文学、政治情勢、国際問題、現在の仕事に至るまで語り合った。その後も、古近藤は、雇用法をしばしば訪問し、二人の信仰は、ますます深まった。 1981年7月2日、東昌平は昇級党委員会初期の全体会議を招集し、若手幹部の起用が共産党政権の命運に関わる重要な問題であることを述べ、4、5年後には政権の危機を招くであろうという警告を発し、問題の解決として、古参幹部から率先して、ポストを若手に譲ることを要求した。その際、東昌平は、 年齢は45歳以下、共産主義青年団での仕事の経験がある、高学歴で末端組織での職歴がある、政治思想面に問題がない、という4つの基準を示した。国近党は当時39歳で、官縮詳細年賞の局長幹部であり、中央党校在学中であり、第12回総会官縮省代表に選出されていた。さらに、 中央投稿で研修を受けていたことで、雇用法の近くにいたこと、聖火大学の学長でもあった、小南章が、ここの常務副学長に任命されており、自身のかつての教え子である子を強く推した。1982年9月1日から9月11日にかけて、北京で開催された第12回総会において、共生団中央初期どころ、 第一初期の王朝国が中央委員に、子は中央委員候補に選出された。また、雇用法が闘争初期に、東昌平は、東中央軍事委員会主席にそれぞれ就任した。9月13日の夜、新任の中央委員と委員候補39名が、雇用法の案内を受けて、人民大会堂新京ホールに入り、東昌平ら長老と対面した。 国金党はその場で中央委員候補として紹介された。第12回総会終了後、子は乱州に戻り、青年団初期県監縮省、建設委員会副主任を務めていた。その3ヶ月後、人事異動の事例が来た。子は、その3ヶ月間、建設委員会の仕事で忙しく、青年団の業務にはほとんど関わらなかった。その頃、古金党は友人を蘭州に集め、 自身の経験から建設委員会の良さを挙げて友人らに転勤を進めた。友人らの多くはいずれも方出身者で、いずれ故郷に戻りたいと考えていたため、この誘いには興味を示さなかったという。1982年10月、胡錦藤は甘縮省共生団初期に就任し、そのわずか2ヶ月後の12月31日、共生団第11期一中総会で、 中央初期どころ初期に昇進した。共制団第一初期、王朝国の助手として、古今東は共制団の仕事を補佐した。王朝国は、東昇平からの信頼を得ていた。古が王朝国と一緒に仕事した期間は1年半であった。二人とも1982年12月末に初期となったが、王朝国は1984年5月に中央弁公長主任に任命された。 当時の二人について、王朝国は生まれながらのナンバー1、古近藤は生まれながらのナンバー2と囁かれたという。古は自分の地位について不満を漏らすことはなく、黙々と慎重に仕事をこなしていた。王朝国は共産主義青年団中央初期どころ、第一初期になる前は工場の中間管理職であり、その頃の古近藤は、 建設委員会副主任であったため、二階級上の立場にあった。東商平からの推薦を受けた王朝国は、一般の管理職から中央省庁入りという転身を果たしたことで、右頂点になっていた。王朝国との関係において、子は一重要な政策決定は王朝国に任せ。自分は決定事項の遂行に従事するに華やかな兵部隊は王朝国に任せ。 自分は裏方に徹する三王朝国を青年団の顔として立て、自分はあくまでも補え助役としての立場を逸脱しないという三つの原則を守った。青年団の幹部によると王朝国は部下にいつも高圧的な態度で接し、ミスを犯した者には劣化のごとく怒り散らし、青年団中央の職員で彼に叱られたことがない者はほとんどいなかったという。一方、 古近藤は、物腰が低く、丁寧で、部下や同僚たちの評判がすこぶる良かったという。1984年には共生団中央初期どころ、第一初期に昇進し、共生団の事実上のリーダーとなる。共生団中央初期時代の子は、闘争初期である、古洋法の地方訪問をエスコートしている。1985年7月、古近藤は、古洋法によって、 奇州省等一書記に抜擢された。さらに9月には、党中央委員に昇進した。上海法の構成員とは、対照的に、胡錦濤はそのキャリアの多くを、中国の裕福な沿岸地域でなく貧しい内陸地域で積んだ。そのため部分的には、彼は上海法と比較して、西洋的な考えに馴染みがないと言えよう。1980年代に、 北京では民主化を求める抗議活動が起こり、その結果雇用法が失脚したが、同じように起こった地方の学生の民主化を求める抗議活動に対して、胡錦東は慎重に対処した。1988年6月、チベット自治区当位、初期後成果が重病のため辞職した。張氏洋総書記は、二つの貧しい貧困地域で働いていたことを理由に胡錦東を チベット自治区統一書記に指名した。同年12月に書記に就任したが、チベット自治区のクトラサではデモ活動が起こっていた。1989年1月19日、ラサにて公開裁判を行い、前年3月に起きた抗議運動に加わって逮捕された僧侶に死刑判決を含む重罪判決を言い渡した。その際、僧侶の頭を押さえるなど、 チベット民衆に対する見せしめとなった。その直後の1月28日、パンチェンラマ10世が休止したが、多くのチベット人は、もう広しイラと共に、子がそれに関わったと信じている。同年3月には抗議運動が大規模なデモ行進にまで発展したため、子はラサ全市に3月8日、午前0時から戒厳令を布告した。戒厳令布告は、天安門事件に先立ち、 中華人民共和国史上初めてのことであった。1989年6月に天安門事件が勃発した際も真っ先に支持した地方政府指導者の一人であり、東中央から注目された。UPI 通信社のマーティン・シーフは、ロシアのウラジミール・プーチンと比較して、どちらも異論を抑えつける経験の豊富さで、トップにのし上がった有能でタフな権威主義者と評した。 しかしこの頃、子本人は自身の将来に対し悲観的であることを友人に話している。キャリアに行き詰まり、今の地位である地方の当初期以上に出世することはないだろうと、子は思っていた。彼はチベット自治区で奇襲症の時と同じように実績を残すことができず、党の高級幹部になることは難しいと考えていたため、チベットでなく北京で過ごすことが多かった。 しかし、子は、チベット自治区等初期在任中も、総大らと連絡を取り続けており、このことが将来に大きく影響を及ぼす。1992年の第14回党大会が行われる前に、党昌平や陳雲など党長老たちは、党昌平を中心とする、第二世代から高卓民を中心とする、第三世代へスムーズに権力の異常を行うために、後継者を選出した。 さらに、党昌平は、第四世代を代表する五十歳以下の人物を、将来の指導者として選出することを提案した。この時、総大らが、将来の指導者として、古今闘を推薦した。結果として、古は、党中央政治局常務委員に選出された。これは、中華人民共和国建国史上二番目の若さだった。同時に、党中央初期どころ初期にも選出された。 コは、当総書記兼国家主席として、最高権力者の地位にあった、江沢民の後継者とみなされていたが、コア自身でなく江沢民が注目されるように注意を払っていた。2000年に、江沢民が提唱した3つの代表理論に対し、自らを、毛沢東や党昌平に並べるための売名行為との批判が出たが、コはこの理論を宣伝した。そのため、彼は穏やかで礼儀正しく、 協力関係を築くのに熟練しているというイメージを持たれた。1998年には国家副主席に就任して法日の際は天皇との会見などをこなすも、皇は子が対外関係でより積極的な役割を担うことを期待した。1999年のコソボ紛争におけるナトウ軍の空爆で中国大使館が誤爆された際には中国政府を代表して テレビ演説を行った。国近東はこの演説でアメリカをはじめとするナト o 軍は我々の大使館を攻撃し人命を奪い建物を破壊したアメリカの爆撃は中国の主権侵害であり犯罪行為で野蛮な行動だ。市民と学生のデモは人民の怒りの表ああれだと述べた。その上で中国政府がすべての合法的なデモを支持していることを表明し、 国民には国家の根本的利益を考えて過度な反応は控えるよう呼びかけた。2002年の第16回党大会で権力の異常が行われ、公が権力の中心から退いた。しかし公は自身の派閥である上海法からご報告、家け林、祖慶公公いこ李長うを中央政治局常務委員に配置し、また自身も 党中央軍事委員会主席のポストを手放さず、陰性を敷くものだと思われていた。国錦党は常に自分を隠し通してきており、これといって目立つ特徴がないのが国錦党の最大の特徴とされた。副主席として訪米した際は、国錦党の名前をもじってその控えめで科目かつミステリアスな雰囲気を、フーズフーとアメリカのメディアは揶揄した。2002年4月25日の午後、 マレーシアを訪問中の胡錦濤に対して香港の記者がインタビューを行いその中で海外のメディアはあなたを謎に包まれた人物だと言っていますがご自身ではいかが思われますかと尋ねたこれに対して胡錦濤はその評価はあまり適切ではありませんねと返答した2002年11月15日に闘争初期に選出された胡錦涛は 翌2003年3月15日に第10期全国人民代表大会第1回会議において6代目中華人民共和国主席に就任した。小厚市体制、編集詳細は小厚市体制を参照音、加報古金等は中華人民共和国国務院総理に指名した音加報と共に科学的発展感に基づき、1990年代以降に中国社会で問題化した。 改革開放政策での高度経済成長に、起因する格差の拡大や、環境汚染による公害などに取り組み、若い社会、商工社会というスローガンを掲げて、所得格差の是正と安定成長に努めた。国近党が最高権力者になってからも、オリンピックとしても、国際博覧会としても、史上最大規模だった北京五輪や上海万博に代表されるように、 経済開発の重視は変わらなかったものの、輸出主導の大量生産社会から内需主導の大量消費社会に転換することを目指した。また、古近東体制では国有企業の民営化の動きが停滞し、国家資本主義を支える国有、公有経済の管理と堅持が強調され、1990年代の国対民心と対照的な国新民体とも呼ばれた。 小厚し体制で中国の GDP は世界2位となり2008年の世界金融危機の際は当時の大木山国務院員副総理の主導で金融緩和とともに中国の高速鉄道網の建設など4兆元の大規模な財政出動を断行して世界最速の V 字回復で金融危機を脱出させ中国は当時の世界の GDP 増加の過半数に関連したことから リーマンショック後の世界経済を救済したと評されるも、この投資主導の政策は、人民元改革とともに、バブル経済を加速させて、ばらまき財政や、箱物行政のような無駄な公共投資と、地方融資平台による、不良再建などの課題も残したと批判する見方もある。ただし、農村部住民の足かせとなっていた、農村戸籍の廃止に、地域限定で乗り出し、 新型農村合作医療制度と都市部住民基本医療保険の導入で保険制度のなかった農村部と都市部を統合して2020年までの国民皆保険を目指した点は評価されている。上海法との主導権争い、編集陰性を強いたかに見えた江沢民だったが2004年に当中央軍事委員会主席の座も保近党に譲り渡した。これにより、 古今東は中国人民解放軍のトップにもなり、党、政、軍のすべての権力を事実上掌握した。しかし江沢民を中心とする上海法との権力闘争は以降も続くことになる。その後の古今東は権力基盤の強化で一定の成功を収めている。2005年8月には人民解放軍の機関紙、解放軍法が古今東を称賛する記事を 連日掲載するようになった。これは、古近東が軍部との間に協力関係を築いたことを示している。2006年9月には、上海市統一書記の賃料社が汚職の疑いで解任され、上海法が勢力を失ったとされた。しかし、2008年3月15日の第11期前人大第1回会議にて、古近東自身は再び国家主席に選出され、 国家中央軍事委員会主席にも選出されたものの、自身と同じ共生団の出身である、李克強を次期の闘争初期にすることができず、上海法のオス習近平が次期の闘争初期に就任するなど、上海法の影響力は依然として残っている。それでも、2007年の第17回党大会で、古近党の勢力が躍進したため、 これから古今東の権力は強くなっていくという見方もあった。マスメディア統制、編集就任当初多くのヨーロッパやアメリカの異性者は子に対して隠れた自由主義者という期待感を持っていた。実際に2002年発生した伝染病サーズに関して前任の高拓民政権ではほとんどの報道が規制されていたが、古就任後には 感染経路等の詳細な報道がなされるようになり、雇用法の辞任や2008年に発生した、四川王自身のような国民の関心の高い出来事に、関する報道は国内外問わず郊卓民、政権時代に比べ解放路線へと向かった。しかし、子はインターネットの監視と警告も行っており、郊の時代よりも敏感な政治的検閲を行った。 2008年のチベット騒乱や2009年ウイグル騒乱の際は地域限定でインターネットの遮断も起きた。なお、2010年2月21日には人民日報が運営するミニブログ人民美白へご本人がアカウントを開設したと話題になったが、一言もメッセージを残さぬまま翌22日には非表示となった。またこの時、10という愛称で呼ばれている。 道徳規範、編集電光掲示板に掲げられた、社会主義永続館2006年3月、中国国内における多数の社会問題への対応として、古錦東は、八つの名誉と八つの恥という題目の中国国民に守らせる道徳規律、社会主義永続館を公開した。八つの名誉と不名誉として知られている代わりに、良き国民が名誉と考えるものと、 恥と考えるものとが要約された八つの死守に富んだ政策が盛り込まれている。いよいよ脆弱になる社会構造の中で主に同世代の中国人が関係している金と権力の掌握と改革解放後の中国がもたらしたますます増加する道徳心の欠如を胡錦濤のイデオロギーで解決する方法として広く知られている。 これは中国共産党指導者自身のための基準からマルクス主義者の理論に貢献するものへと変わった。また、各大学へのマルクス主義学院の設置を推し進めた。北京オリンピックと上海国際博覧会の準備で教室に貼られたポスター、街の通りにある旗、そして電子工学による展示板など普及を促進している。国近党の政策は 前任者のイデオロギー、すなわち、江沢民の三つの代表、党昇平理論、そして、時代の中心であった、毛沢東思想とは異なり、社会的、経済的目標を課すことに反対して、独自主義的に道徳規範を成分化したものへ推移している。2008年8月、ジョージ・ W ・ブッシュ、ジョージ・ H ・ W ・ブッシュと2009年、バラク・オバマと2007年、 ウラジーミル・プーチンと2008年、ブリックスの首脳4人。左から、マンモ・ハンシン、ドミートリー・メドベージェフ、コ・キンとルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバコは、外交政策として、公実する日本や台湾。コは、アメリカ合衆国、中国、朝鮮民主主義人民共和国の三者協議と、さらに近隣諸国の韓国、日本、ロシアも加えた6カ国協議を、北京で主催するなど、 北朝鮮核問題に積極的に従事している点で、こうとは異なる。北朝鮮にとって、当時最大の貿易相手で、経済的に依存し、中朝友好協力相互援助条約で唯一、軍事同盟を結ぶ国であることから中国に仲介を要請した米国に対して、こうは二国間の問題であるとして取り合わなかったが、こうは、アメリカの起こしたイラク戦争、当初金正日は、 対話を拒否するも、中国が3日間原油を禁輸したことで態度を翻したともされている。コは6カ国協議による多国間対話での平和的解決を基調としつつ、北朝鮮への圧力の必要性も理解し、日米の提案した国連初の対北経済制裁である国際連合安全保障理事会決議1718にも賛成した。コは、 中国は平屈期を掲げて、中国の台頭は平和と安全に寄与することを国際社会に保障するとし、世界の様々な地域に中国人民解放軍などから部隊を派兵して、平和維持活動への参加を本格化させて中国は、国連上任理事国最大の PKO 派遣国となり、特にアフリカを重視して、スーダンでの国際連合アフリカ連合ダルフール派遣団の 誠実に主導的な役割を果たし、リベリアでは平和維持軍に参加する中国が国連への影響力を利用して、台湾との国交断絶をリベリアに行わせたと、台湾政府から非難された。ソマリア沖海賊対策では中国人民、解放軍海軍の艦隊を派遣して、県軍以来初の実任無外用遠征を行って、真珠の首飾り戦略に基づいた。 中国の海洋進出を推し進めた。アフリカ諸国への援助も積極的に行い、アフリカ諸国の首脳を北京の中国アフリカ協力フォーラムで集めて子が行った提案で、アディスアベバのアフリカ連合本部は中国の資金と企業によって建設された。さらに、アメリカの裏には灯されてきたラテンアメリカ諸国に影響力を拡大し、中国は 米州ボリバル同盟や南米諸国連合を立ち上げて、米国と対決姿勢を強めていた、ベネズエラやエクアドルの最大の再建国になり、中南米諸国の首脳が集められた、カラカスのラテンアメリカカリブ諸国共同体の、設立会議で議長のベネズエラのウゴ・チャベス大統領は、米国を批判して、この祝伝を読み上げている。また、子は、中国の持つ、 世界最大の外貨準備校を活用して、アジア・アフリカ、中南米の発展途上国での資源権益獲得だけでなく、アメリカ、欧州、日本などの先進国にも対外投資を行うそうでさ、を推し進めた。中国が最大のアメリカ国際保有国や最大の貿易赤字相手国となって無視できなくなったアメリカでは中国と あらゆる世界的な問題において協力できるとする。G2 論が流行するなど中国が世界にもたらす影響は、胡錦東の在職中に増大した。台湾、編集闘争初期に就任後間もなく、古は当時の中華民国総統、沈水編による台湾独立運動に直面する。前任の古は第3次台湾海峡危機やナウルトの国交樹立などで、 台湾と緊張関係を激化させており、コは、強圧的だった孔と一線を隠して孔南、組み合わせた対応を取った。2005年3月、全国人民代表大会で、反分裂国家法が可決され、台湾での独立宣言に対しては、非平和的に対応することを決め、コは引き続き民主進歩党政権と対決する。一方で、2000年中華民国総統選挙で、 中華民国史上初めて野党となって2004年、中華民国総統選挙でも、僅差で敗れていた中国国民党と新民党、さらに新党も懐柔する動きに出た。特に、中国国民党と中国共産党の関係は、北伐と日中戦争といった、両者が二度の共同戦線を張った、国境内戦前まで遡り、第三次国境合作策も議論されてきた。 2005年4月には当時国民党主席だった連戦と子による60年ぶりの国境トップ会談を実現させ、2005年には中国国民党大陸訪問団、新民党大陸訪問団、新党大陸訪問団が相次いで歴史的な訪中を行った。2008年3月20日、台湾で中台関係の改善を掲げた国民党が選挙に勝利して中華、 民国立法院でも国民党が過半数を占め、中国共産党と中国国民党の一連の会合は続いた。26日、子はアメリカのジョージ・ W ・ブッシュ大統領に92教式では双方が中国は一つであるが、その定義については意見をことにすることで同意したということを電話で伝えた。同年4月12日、子は ボアオアジアフォーラムの開催中に国民党副主席の小つ長と会談し5月28日には政権与党に復帰した国民党との間で国民党主席の五白王と初の与党党首会談を行ったこの会談でこと後は92教式の下で双方とも公式会談を再開すべきであるという意見で同意した5は 台湾独立に反対の立場を表明した。子は台湾の世界保健機関へのオブザーバー加盟を容認するとともに台湾の人々の関心事への処理、防衛、尊厳、そして国際社会での台湾の立場は中国共産党政府が決めることを表明した。東館交流と同様に海峡交流基金会と海峡両岸関係協会を経由しての会談は 北京にて最初に行われるとともに、こと新たに台湾の総統となった馬英九の両者は92教式が台湾海峡における双方の間の交渉の基礎となることで合意した。海峡交流基金会と海峡両岸関係協会の会談における最初の優先事項は3通の開通、特に中国本土と台湾の間での直行便を出すことであった。 12月15日、三通の開通が実現した。12月23日には中国から、ジャイアントパンダの、ダンダンとエンエンが、台北市立動物園に寄贈された。また、ショーツ・ムナガの提唱した、一中市場、大中花経済圏とも呼ばれる、両岸共同市場の構想に、古は賛同し、2009年5月26日に、台湾とは、中国本土、 香港経済連携金密化取決めや中国本土、マカオ経済連携金密化取決めに類似した両岸経済協力枠組み協議を締結し、台湾側は中国経済との一体化による実益を期待し、中国側は経済の一体化からの中体統一を目指した。台湾国内でも毛沢東のペーパーウェイトが発売され、中国国内でも2009年に、 建国60周年で制作された国作映画の建国大名で蒋介石の愛国的一面が描かれたことに蒋介石の孫で当時国民党副主席の将高資源が客観的な歴史評価と称賛して国民党本部で毛沢東の孫と面会するなど中退の友好ムードが高まっていった2010年の上海国際博覧会では40年ぶりに台湾が 万博に出展することを認めて、万博のテーマソングを台湾のアイドルグループ非人会が歌い、民進党の前政権に対しては6カ国も台湾と国交を断絶させたのに対して国民党政権になると馬英九総統が掲げる外交級兵に配慮して、保近党の在職中は台湾と断交する国はなくなった。また、様々な記念行事に、 中華民国国軍 OB を招くなど台湾の退役軍人との交流も進め、2011年6月6日に北京で交流会が行われた際に出席した国防大学所大学長の夏、英州二級上昇ら台湾の退役将校が我々国軍も共産党軍も共に同じ中国軍歴史的任務と使命である。 中台統一のために共に頑張ろうと発言して台湾で物議を醸した。2012年には中国共産党第18回全国代表大会で国民党中央委員会が祝電を送って国民党との密月ぶりを示した。国民党政権と関係を強化する一方で国務院台湾事務弁公室に政党部を設けて野党となった民進党にも接触を図り、 人気区や社長邸など民進党幹部の中も受け入れた日本、編集内政的対日姿勢に関して、1990年代の江沢民政権期における中国の愛国教育や報道姿勢が反日をもとにした排外的愛国主義であったのに対し、古錦東が闘争初期に就任して以降の愛国教育は反日的色彩が薄く、 中国の国内統合を目指すものとなっており、胡錦涛が影響力を持つ中国青年法の報道も他のメディアに比べて反日報道が少ないものとなっている。1990年代後半のインターネット普及期にナショナリスト団体によって乱立された愛国者同盟網や反日戦法などといった攻撃的な反日ウェブサイトも胡錦涛が闘争初期に就任すると 閉鎖や活動停止の処分を受けた。2005年度4月に北京で政府の制御が及ばないほどの大規模な反日デモが発生した際も他のメディアが反日報道を繰り返す中中、国青年法は反日的な報道を控えていた。しかし、古今東のこのような対応は党内の保守派勢力からの格好の攻撃の対象となり最終的に 中国青年法も他のメディアに追随する報道姿勢を取るようになった。日本の産経新聞や香港紙、製法によると中国青年法の変化や愛国的サイトの復活は、胡錦濤が党内の保守的なグループに一定の情報をしたことを示しているという見方もある。外交的にも胡錦濤自身の対日姿勢は、全共産党総書記の江沢民ほど、 反日的ではなく、古近東の名友で、新日派だった古洋法に留似しており、価値観外交で中国と一線を隠す、安倍晋三首相とも8年ぶりとなる、共同文書、日中共同プレス発表で、戦略的語形関係を打ち出して1980年代以降必ず全ての共同文書に記載されていた、歴史問題への言及を除外し、 逆に文書の形で初めて戦後60年の平和国家としての日本の歴史を評価した。2008年5月に来日し、個人来日時には中国の最高指導者としては初めて奈良県に訪れて法隆寺と東昇大寺や横浜の横浜山手中華学校にも行き、早稲田大学で講演を行って ODA などによる日本からの支援が 中国の経済成長に貢献していることに感謝の意を示している。早稲田大学では福原愛と卓球で勝負し、その模様はテレビのニュースでも報道された。国近党は福原に対し、あなたは私のことを知らないかもしれませんが私はあなたのことを知っていますと話しかけた。四川大地震などの大災害時の日本の自衛隊、派遣検討などの対応にも日本に、 感謝の意を表している。同年5月8日には、総価学会の池田対策名誉会長とも会談。池田の中日友好への貢献に謝辞を述べるとともに、福田康夫との日中共同声明について、歴史的な角度から見ても、現実的な角度から見ても、中日両国は平和共存、世代友好、互恵協力、共同発展を目指して、共に、 アジアの人民のために有意義な貢献をすべきである。そして、必ずそうなることができる。私はこう確信していますと語った。同年6月には東、シナ海ガス電問題で一部の共同開発を合意した。同年8月の北京オリンピックの開会式には、新中的な福田首相だけでなく、反中的とも評されていた、当時の石原慎太郎東京都知事も招待する。 寛容性もあった。石原都知事の正体は大国の土量を見せるものとして中国のネット世論も支持した。翌2009年に日本で自公政権から民社国連立政権への交代が起きた際は小沢法中団を歓迎した。2011年3月の東日本大震災の際には秋日と天皇に打電しており国際援助隊を派遣した。しかし、 2012年9月の尖閣諸島国有化をめぐっては台湾の交戦とともにまた古錦濤時代の中国は日本にとって最大の貿易相手国になり世界最大の日本国債保有国にもなった記録的な日本国債の大量購入は国内外の注目を集め2010年9月9日に当時の野田義彦財務大臣は中国政府に その意図に関する説明を求めるとも述べていた。また、トヨタ自動車など200社前後もの日本企業の株を大量取得した OD レゴオムニバスチャイナトリーティは、オンカホーラの後押しで作られた中国投資有限責任公主系ファンドと報じられ、日本の技術力に関心のある古近闘の意向もあったとされる。一般的に日派とされる子であるが、浜田和幸は次のように主張している。 国金刀は幼い頃に父親からお前の母親が早死にしたのは日本軍のせいだと聞かされて育ったという。国金刀の母で教師だった李文水は過労と栄養不良のため夫と3人の子供を残して死んだ。それ以後、国金刀の父はことあるごとに日本軍が上海を占領しなければ商売も何とかできたし、妻の産後の日立ちも順調だったに違いない。 自分の運命をめちゃくちゃにしたのは日本軍だと、あたかも家庭内で反日教育を受けて成長したようなもの。2002年4月、古キンは初の訪米にあたり、途中でハワイに立ち寄り、真珠湾攻撃で戦死したアメリカ軍兵士に喧嘩してから本土へ向かったが、この行動からも反日感情が根深いものであることが伺えるという。 監縮省建設委員会時代の古今東の同僚たちは彼の人柄について礼儀正しく先輩の意見を尊重する。記憶力抜群で言うことは論理的で説得力がある。頭も切れるし腕も立つ。しかも決断力がある。同僚に対していつも謙虚に振る舞う。また各部署との連絡を密にして物事がスムーズに行われるようにする。と。 四つの特徴を挙げている。妻の竜久志清義と胡金藤は共済化であり、家庭のことについてはすべて妻の竜久志清義に任せている。仕様で訪ねた友人や親戚の接待はすべて妻が行うという。毎日の食事のメニュー、洋服の色、デザイン、収入の使い、甘粛症時代の同僚の話によると胡金藤は、 出張に出かける前に妻から小遣いをもらい、帰宅すると明細を逐一説明していたという。劉久し清との間に、小美穂と古海、清の西を設けている。海清は2019現在、地方長官を務めている。中国共産党の公式記録には、大衆に関する記録についての記載がなく、古近東自身も公式の場で、大衆に触れたことは一度もない。 国務院弁公庁は、古錦東の履歴について、大衆市役所に、国内外新聞記者の取材には、応じるなという通達を出している。古錦東のいとこ、古錦郊によれば、古錦東は小学校時代に、履歴書の本籍欄に、大衆と書いて、父親にひどく叱られたという。本籍地を変えるのは、先祖の忘却であると、父に悟された。それ以後、古錦東は、 履歴書の本席欄には必ず、暗記伊サオ系と書くようになったという。前任の最高指導者である、江沢民の出身地は、チャンス省揚州であり、揚州から5 0トルしか離れていない、高祖招待州を本席であると発表すると、チャンス罰とのレッテルを貼られかねず、江沢民とはもともと距離を置いてきた、ご近藤にしてみれば党幹部からの余計な勘繰りを買うだけ。 という見方がある。アメリカのニュース雑誌、タイムが1999年以来毎年発表しているタイム100にて、2004年、2005年、2007年、2008年の4回選出されている。2009年はファイナリストに残ったが選ばれず、同年の指導者、革命家部門における中国人の選出は、習近平、王岐山の2名であった。 アメリカの日曜版の新聞470紙に配布されている雑誌、パレードが発行している、世界最悪の独裁者ランキングにて、ご近藤は2004年以降選出されている。それによると、2004年には第3位、2005年には第4位、2006年には第6位、2007年には第4位、2008年には第5位、2009年には第6位に入っている。 主な理由はメディアの統制、インターネットの監視、30万人の強制収容である。アメリカの雑誌、フォーリンポリシーの世界の独裁者のランキングにて、胡近島は2010年度は第10位に入っている。同志は胡近島に対してカメレオン先生君主とのレッテルを貼り、チベットを鉄の爪で掴み、現在は経済のための資源獲得のためアフリカを物色。 植民地化としか表現できない外国の投資家は笑顔で騙す。国内の反対者は残忍に弾圧などと酷評した。アメリカの雑誌フォーブスが2010年に発表した世界で最もパワフルな人物ランキングで胡錦涛がトップに立った。同志の評論は13億の国民に対し独裁に近い支配力を行使している。欧米諸国の指導者と違い川の流れを変え、 都市を創造し、ネット検閲も反体制派を投獄することもうるさい官僚や裁判所に煩わされることなくできると、胡金当を皮肉ったものであった。ありがとうございます。